なんとか三塁まで進めました。しかし追い詰められたわね。5回からお互い得点なしの2対3、1点ビハインドの9回裏、2アウト三塁、大ピンチニャー。次の打者はミヤちゃんだね。みんな落ち着きなさい。そんなに騒いじゃプレッシャーよ。大丈夫だよ、僕はそんなもの感じない。ずいぶん落ち着いてるじゃない。焦りは禁物って言うだろ。心を落ち着けなきゃ本来の力は出せないよ。おっとな、年下とは思えないにゃ。当然だろ、僕は3年生、先輩だよ。さて行ってくる。ミヤさん、頑張ってください。気合よ気合、集中。さあ来い。よく見てるにゃ。落ち着いてる、その調子。さあ来た、外角高めもらった。あ、打ったにゃ。これがこれまでの成果、僕の全力だ。これは、この奇跡はまさかホームラン。ああ、残念だったわね。そうね、あと少しだったのに。何言ってるの、二人とも。そうだよ、ミヤちゃんのヒットで同点、延長戦で逆転大勝利にゃ。そうなんだけど、マリーはミヤの大逆転ホームランが見たかったの。それにもう少しで入るところだったのよ。ミヤだって悔しいでしょ。別に、チームが勝つことが今日の目的だ。それが達成できたから僕は満足さ。あんたクールね。そんなことをおっしゃいますが、ミヤさんは今日の試合誰よりも努力して臨んだのではないですか。わ、いや、そんなこと。託そうとしても何よりその手が物語ってるよ。手？あ、豆になってるにゃ。相当バットを振ってきたみたいね。見るなよ、別に努力なんてしてない。練習の時に打てなかったのが悔しかっただけだ。やはり負けず嫌いですね。照れ隠ししちゃって可愛いわね。ほんと素直じゃないところがまたね。ふん、バカにするなよ。バカになんてしてないわ、本当にそう思ってるの。ううん、少しは力になれたかな。なってどうする。ね、リン、お腹ペコペコにゃ。それじゃあ行きましょっか。しおりこ、Thanks。 え、何ですか。本当は自信がなかったんだ。僕は体を動かすのが苦手だからね。でも野球をプレイするのは楽しい。それを知ることができたのは、君が僕を引っ張ってくれたおかげだ。いいんですよ。
行きましょう、ミヤさん。うん。这是多美好的回忆。
谢谢，谢谢我们能够一起呼吸这一片天地。